でも予定が早く終わったの俺。配信してまーす。昨日あんな1時間も配信したのに今日時間があったのでね。やっほー。今日もすっごいなんかいろいろありますけど、みんな何してたの？ね、ちょっと景色がちょっと昨日と同じすぎて皆さん戸惑ってしまうかもしれないですけど、 T シャツの色だけ違うのはなんか髪型も一緒だし景色が一緒すぎて、あれ昨日と一緒じゃんってなるか。今日は30分で終わります。ちょっと早いけど7時には終わりますので、それまでちょっとだけ、今日は延長ができません悲しいですけど、めっちゃ眠いんだ突然。昨日早く寝るって言ってたけど、なんかね、なんか結局ね、お布団に入ったのは1時くらいだったんですよ。いやそれはもうどうしても、あの昨日あの終わらせないといけないことがあって、でもそれが昨日中に終わるものじゃなくて、どうしてもまあそれは仕方なかったんですけど、でもパパッと準備して1時には布団に入ったんですよ。だけど全然眠れなくて、眠いのに眠れなくて、昨日本当にあー寝れないってなりました。すっごい疲れてたのに寝れなくて、だから2時とか2時半とか、まあ、そのくらいに寝たと思います。で今日は7時くらいに起きたから、みんな今何してんの？すごい微妙な時間で、ご飯の時間。今日は何があったかな？今日って何曜日なんだろう？水曜日かな？水曜日と予想。水曜日だ。本町です。帰宅中です。そうだよ、それくらいの時間だよね、だいたい。水曜日。てかさ、今更だけどすごい背景花火大会だって花火大会だって、かわいい。花火大会行けなかったので、すごいここで気分を味わえて嬉しいです。ご飯食べてた、いいな。今日もなまりきつい。嘘やだ嫌ではないけど別にマジ、うん、ね、そうですよ皆さん、9月が今日で終わっちゃいますよ。9月じゃない8月、やばくね。はいえはいえ、8月の思い出は8の日がありましたね。
エイトの日があって、うん、サムネイル公演も出たし久しぶりに、うん、あとはあお話し会もありましたしね2日間、うん、あとはまあちょっと休んだ10日ぐらい休んだ期間もあり、夢で過ごし、9月短い、そうなの9月か、うわー、はい、早いですね、あっという間だね、8月もうそんな記憶ない、シュンって終わった、あれあれみたいな、気づいたらもう8月31日になってました、びっくり。でもね、8の日ができただけで私は嬉しいですよ、無事にできただけで、すごく夏の思い出、いい思い出ができました。9月、いや8月と9月ってなんか全然違いますよね、9月って言われた瞬間一気に秋って感じがする、秋だって感じがするな、9月は9月かー、もう9月かー、9月はどうでしょうか、私本当に、でもまあ舞台の初日を迎えるのがやっぱ一番あれですね、うん、いっぱい配信もしますから、10月になったらあのね、お話し会とかも始まるし、あれだよ、ライブもあるし、コンサートもね、そうですね、9月はジョンマイラブでいっぱいの1ヶ月になりそうです、私は、うん、肩の具合はもうめっちゃめちゃ筋肉痛です絶賛、こっちめっちゃ右腕から、右二の腕と右肩が、昨日より以上に今日は筋肉痛凝ってる、昨日さらに追い打ちかけてたんで、昨日の稽古で、めちゃめちゃ、いやマジで気づいたら初日迎えてると思う、本当に、いや怖い、めっちゃ怖いです、今は怖いしかない、力はなくて怖い、怖いです、まだ安心できるところまで行ってないから、大根の投げすぎかな、若いからすぐ治る、本当治りますかね、信じてます、その言葉をすぐ治ると信じて、めちゃめちゃ筋肉痛、本当に一日中歌ってるからさ、配信で歌っちゃいそうなんじゃ、一日くらいで治るかな、うーん、そうですね、しっかり休んで治します、そういえばその鉄の名前、ツイッターの投票結果は連鉄が多かったです、
人気投票、投票、うん、結果は連鉄が勝ちました。吉鉄と連鉄だと何パーずつぐらいだったかな。連鉄が人気でしたね。ちょっと参考にしつつその結果を、うん、いやいいけどね、もう連鉄じゃないですか。どうですか、ちょっといろんな方に聞きつつ、多分連鉄に決まるかなと思いますけど。そう、ルンバは連鉄推しでした。女の子たちはみんな連鉄連鉄って言ってて、ジョン・マイ・ラブのキャストさんの連鉄かわいいよね。いや、吉鉄もいいんけどね。どっちもいい。連鉄。でも連鉄もまあまあね、言うてしっくりまだ来てないですけどね。これからだんだん馴染んでいくんだろうと思いますけど。連鉄。連鉄。ダーテツとめくってつは幻のもう幻です。ダーテツ好きすぎやろみんな。ダーテ絶対嫌よ。どこのダー、吉田って思われる。吉田ダーって何のダーって。もうやめてください。連鉄になると思うんで、多分連鉄になると思うんで、ダーテツ今押さないでみんな。ダメダメです。めくってつもダメです。もうその2つをあのツイッターの投票で選択肢に入れてたら絶対みんなそっちに入れちゃうからと思ってもう入れてなかったんです。やめてください署名活動。連鉄です。ちゃんと連鉄って言ってよみんな。使うとき、もし連鉄に決まってもみんなダーティツ、ぬくってつって呼んでるかもしれない。ダメですよ、本当に。よくない、よくない。スクショタイム、突然始まる自己紹介。あと10分くらい。
じゃん。みんな今日の夜ご飯は何？みんなが何食べるか知りたい。連鉄はね、まだ正式には決まってないよ。投票結果は連鉄が多かったです。ちょっといろんな人に聞いてみます。焼き鳥です。唐揚げいいな。お肉食べたいな。おー、みそ、お蕎麦、エビフライと唐揚げ、え、いい。揚げ物食べたい。カレー、私カレー食べたいんですよ最近ずっと私ずっと。お蕎麦いいね。お蕎麦いい。ハンバーグ私にもください。フカヒレスープいいな。いいな。お肉食べたい。焼肉食べたい。マーチさんにもカレー、あ、カレーもあるんですか。え、定期的に食べたくなるよね。わかる。マジわかる。それな。カレーってね。うん。それな。あ、シャインマスカット食べました。この前配信で佐藤さんからいただいたシャインマスカット見せたじゃないですか。あれ一人で食べたんですけど、もうでっかすぎてめっちゃ、もう最後はお腹いっぱいだなってくらいもういっぱいでした。すごい、ね、大きくて美味しかったです。一粒一粒がとっても美味しかった。食べきった、一人でよく食べきったと思った。どうかな、ちょっと私がさ、今胃がさめっちゃちっちゃくなってるからきつかったのかな、どうなんだろう。でもいっぱいいっぱいでした。うん、めっちゃ美味しかった。やっぱ美味しい、いいですね、シャインマスカット最高。フルーツ界で一番好きになりそう、シャインマスカット。今は桃が一番好きなんですけど、シャインマスカットの美味しさに感動してしまいました。え、待って、今日もなまってるねって。もう本当にめっちゃ言われるやん。マジそんな、やっぱ自分で分かんないもんなんだ分かんないもんなんだろう。イントネーション、イントネーション、イントネーション。わざとやってるかと思ったぐらい。え、嘘？そんな？え、マジ自覚ないです。やば、やば、やばやば。桃も美味しいよね。でもシャインマスカット美味しいよね。影響受けてるなんでやろう。愛媛にいたらなまっちゃう。いやでも翔太さんに引っ張られてる。普段博多弁って方言はね、地元のお友達とか地元の人と話してるときはもうバリバリ方言です。標準語の人と話すと標準語です。あと敬語だとやっぱりあんま方言じゃないかなって思いますけど、地元にいるとバリバリ、なんかすっごい切り替わるんですよ。地元に行って親とかと話してると
もうすっごい出る。自分でも分からん。あ、こんなに切り替わるもんなんだと思いました。別に意識せずにも東京にいてお仕事とかで人と話してると標準語なんですけど、あの地元とかに行って友達とか家族とかと話してるともうめっちゃ切り替わる。福岡の人になんか自然とね切り替わります。もう8年もそれやってるから身についちゃったのかもしれない。友達と話してる時に標準語で、その地元の友達と話しててあんまり、うん、標準語というかやっぱ周りが方言だから、うん、自然とそうなっちゃうのかもしれない。バリ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 です。うん、だからもしあの地元のお友達をここに連れてきて一緒に話してるの見たら、うわめっちゃ方言出てるやんって分かると思う。めっちゃそれ電話とかしててもすごい出る。そう別に変えようと思ってないけどね、切り替わってる自然と。ショールーム、私イントネーションが実はよく違うって言われるんですよ。ショールームに限らずね、よくなんか普通に話しててもねイントネーション変ってよく言われるんですよ。東京の、うん、地元で標準話すと魂打った。いや別に言われんけど違和感はすごいんじゃないかなと思います。でも私もやっぱり地元にいるとその、うん、地元の人よりは標準語が少しは出るタイプだろうからどうなんだろう。すごいね、あの例えばあの福岡の人からしたら標準語話してる人、もう私はもうそうじゃないですけど今なんか福岡、例えばですよ、福岡の人からしたら標準語を話してる、標準語がすごいぶりっ子みたいなあざと女子みたいに聞こえるんですよ。なんなんだのとか、福岡の方言だったらあの例えばこれやったらこれ買ったとって言うんですよ。それをこれ買ったのっていう言ってる人見たらえめっちゃぶりっ子やんって思うんですよ。私はもうそあの標準語をすぐ話すようになったからあれだけど、そう福岡の人からしたらそう思うんですよ。えめっちゃあざと女子みたいなぶりっ子やんってそうなっちゃうの。かわいい、だからさ東京の人は博多弁かわいいって言うけど、福岡の人からしたら標準語めっちゃ可愛いってなる。しなくちゃとかさ、しなくちゃとか、しなくちゃいけなくてとか、せんといかんけやんみたいな感じだから福岡の方言やったらあれはせんといかんけやんみたいな、しなくちゃいけないからとか言うのとさえ可愛いってなっちゃいます。逆にね、こっちからすると言い方の問題、せんといかんけんって強くない？せんといかんけんさみたいな、しなくちゃいけないからさって可愛くないですか？なんとかしなくちゃ。すごい。そう。あ、うん。しなくちゃさ。なんか強い感じせんよね。せやんやろ、せやんせやんせやんとか、せんといかんせやん、強くないですか。仰天ちゃん、うん、仰天ちゃんめっちゃ出るよ。仰天ちゃん、ゆりなちゃんめっちゃ方言出るなと思う。
いまだに出るタイプ。確かに、なんとかやけんとかさ、ほんまにとかよく言うてる。ね、かわいいよね。やけんやけん、香川の方言。なんとかやけん似てるよね、九州とかと。でも九州でも福岡と例えば鹿児島とかだったら全然違いますもんね。空のんはめっちゃ方言すごい、イントネーションとか。なんとかなんですよみたいな、よく言ってるなんとかなんですよみたいな、ソラノンがね。えい、失礼しました。そう、ソラノンおもろい、おもろいよね、めっちゃめっちゃ可愛いなって。でももう直さないでほしいと思うよね、あれ。ずっとそのままでいてほしい、東京のあれに染まらないでほしい誰って感じだけど。うん、19時になりました。早いですが終わろうかな。早いね、早いね。だけど今日はもう終わります。昨日延長しまくって気づいたら1時間以上も配信してたから。いやマジで今日は早く寝る、布団にも早く入りたいし、早く。でも昨日よりも以上に今日は眠いから早く寝れると思う。今日はマジで、今日はマジでもう終わりますマジで終わります。ありがとう、このすごい微妙な時間にしちゃって申し訳ない。見てくれてありがとう。また配信しますから。ではランキングを読みます。延長料金払ちょっと今日は受け付けてなくてすいません今日はちょっと受け付けてなくて延長申し訳ないです。ランキング読みます。13位ひがさん、ありがとうございます。12位ひでじろさん、ありがとうございます。11位ジャリングさん、ありがとうございます。10位鳥親父さん、ありがとうございます。9位ぬっしーさん、ありがとうございます。8位わさっぴさん、ありがとうございます。7位ひでとさん、ありがとうございます。6位まぼろしさん、ありがとうございます。5位関西栄東氏さん、ありがとうございます。4位あきふみさん、ありがとうございます。3位タートシさん、ありがとうございます。2位モッサンさん、ありがとうございます。1位ももかんさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、バイバイありがとうございました。じゃあおやすみなさい。ちょっとまたね。ありがとう。明日も頑張ろうね。じゃあね。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。